どうも皆さんこんばんは、コンテニーバーチャル VTuber のアリュンだよ。今週もラジオ聞いてくれてどうもありがとう。ということでですね、今週は何ニヤニヤしてんだよって。いや今ちょっと思い出せたんだけどね、確か半年ぐらい前だと思う。クリスマスに何が欲しいですかみたいな話をしてたんですよ。その時、液体欲しいなーって言ってたんですよ。買いましたー液体タブレット買っちゃいましたふぅ、明日からもやし生活しようというわけでですね、ついにイタダブ卒業とかも多分まあ使える限りは使うけど、イタダブ卒業しまして、液タブを購入しました。アリレリニーと申します。私ですね、あまり YouTube の方では、公開してないんですが、普段ですね、配信のオーバーレイですとか、まあ、スタンプですとか、そういった、今、イラスト的な活動もさせていただいております。で、ずーっと板タブ使ってたんですよ。絵描き始めたのが、小さい頃からずっと描いてて、デジタル絵をやり始めたのは割と大人になってからなんですね。で、ちゃんとやり始めたのはって言うべきかな。簡単なのはやってたんだけどね、ずっと。で、板タブっていうね、普通に画面、パソコンのモニターを見ながら書くっていうやつがあるんですよ。板タブっていうんですけど、板タブを買ったのが多分、昔持ってたんだけど、ちょっといいやつを買ったのが、どんぐらい前だろうな、7、8年ぐらい前かな、買ってそれをずっと使ってたんですよ。ワコムっていう会社のインティオスプロ、スモールサイズかなを使ってたんですけど、絵を描いたことがある人がいて、で、最初にアナログで絵を描き始めたことのある人が、板タブに行くと、めっちゃ線がむずーってなると思うんですよ。多分なると思う。線がめっちゃ大変だな、パソコンで描くのって、ずーっと思いながらも、なんだかんだ、色塗りとか、あとスマホでうまいこと写真撮って入れたりしてたんですよ。けどね、最近結構描く機会が増えましてですね、ここ1年ぐらい配信を始めてから、めちゃくちゃ増えまして、もうね、我慢の限界だった。ということで、今回はですね、初心者の人が買う、一番最初に買うであろう、同じくワコム製品で、ワコム1かな、ワコム1っていう、今から液タブ始めるよっていう人向けの商品を買いました。言っていいですか？めちゃくちゃ楽しい楽しいなんか本当に、液晶画面に貼る画面シート、スマホをね、貼ると思うんだけど、それと同じ感じで、液タブにも貼るんだけど、紙に書いてるような感覚になるシートみたいなの売ってて、と思って、そんなのあるんですかと思って買いました。最高です。最高。楽しい。マジで楽しいので、アレルギーの絵描き歌。あ、じゃん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 。真ん中お豆が二つあり。坂道をちょっと上がったら、棒書いて棒書いて棒書くよ。棒書いて。はい、というわけで今週は、マシュマロの方を返していきたいと思います。いつもマシュマロ、いつもマシュマロ送っていただき、誠にありがとうございます。ということでですね、今回は、こちら、ごめん、ちょっと。まずこちら、マシュマロです。
ほら、今話せてわかる通り僕って滑舌悪いじゃないですか。レインさんは動画などで早口言葉とかやってましたが、滑舌改善につながった実感はありますか？そういえば昔、早口言葉チャレンジなどなるものをやっていた気がしますが、一切効果はございませんでした。はい。ですね。なんでこんなに噛んじゃうかっていうと、多分口の前の筋肉がちゃんと、ダメらし、ダメ、なんかね、よく噛む人ってね、口の前の筋肉がちゃんと、あれなんだって、モリモリじゃないんだって、もういいよやったって意味ないでも続いてはこちら。好きなメーカー、ブランドありますか？服、ガジェット、ゲーム会社、アニメ会社でも、自分は ビビアンのアクセサリーが好きだけど、アクセサリーを普段つけません。好きなメーカー、ブランド、好きなメーカーやブランドっていうのはないけど、好きなものは、ものっていうか、アニメとゲームがめっちゃ好きです。早口オタクになります、ただの。なんで、あんまり服とかガジェットとかにはお金をかけないタイプですね。あんまりこれじゃなきゃダメっていうのもなく、こだわりをなく生きています。まあ、強いて言うなら、そうですね、カバンは、カバンだけはめちゃめちゃ、こだわっててっていうか、私すっごい物を持つタイプなので、カバンは割と強度が高くて長く使えていいものをいつも買っています。吉田カバンが出してポーターっていうブランドメーカーのポーターガールっていうところのカバンを持っていることが多いです。一番好きなのはボストンバッグだったんですけど、ボストンバッグって荷物持ちすぎじゃねって大体突っ込まれるので、それが嫌なので近年は少なめに頑張っております。まあでもそれでもすごい人に荷物多いねって言われること多いですけどね。心配性なんです。なんかでもおしゃれなブランドとか趣味があるってすごくいいことだなと思って憧れます。憧れるんだけど、私はあんまり好きなものがないかな。最後のマシンはこちら。テレビをつけると激辛唐辛子の料理を我慢しながら食べてる人が出てました。唐辛子のアレレレニさんはこのような番組についてどうお考えでしょうか？まずこのマシンはですね、訂正するべき点がここにありますね。唐辛子のアレレレニさんはってところがまず間違ってますね。私の自己紹介見たこと、私唐辛子系 VTuber とか歌ったりしてないわけよ。唐辛子はもはや多少なのよね。自称はハテナマークなの。多少唐辛子系になってるだけで自称なのよ。他のとこで唐辛子って紹介するのやめて。私別に辛いもの好きとか全くないから。激辛、私あんまりテレビでさ、こういうなんか無理して食べる企画とかそんなに好きじゃないんだよな。なんか何が面白いんだろうなみたいな。あんまりテレビ見ないのってさ、結局何が面白いか全然わかんないからなんだよね。なんか一人でこうやって、なんかこう、なんていうの、無表情で見てるの怖いって言われるから、あんま見ない。だって笑えないんだもん。まあ、ということでですね、アレレラジオそろそろ終わりになっていきたいと思います。皆さん、アレレレに絵描き歌覚えましたか？ぜひお家で実践してみてください。絵描き歌しやすい画像をそうだな、そのうち公開します。あアレレレに絵描き歌ね、今後広まっていかないでほしい。アレレレニでした。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆様、お疲れ、バイバイ。じゃん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 、真ん中お豆が二つあり、坂道をちょっと上がったら、棒かいて棒かいて棒かくよ。棒かいて棒かく。
ハイボールがありまして、え、あ、棒を書いて棒を書いて棒を書いて、え、ドーナツが2つ出てきたよ。ちょっと食べかけかな。あって棒を書いて棒を書いて、ふっとお山を書いたなら、ハテナマークをつけまして、あっという間に、あれれれいになのか。